はい、拍手、どうも。10万個のガチャガチャをコレクションする男、いきますよ、せーの、ガチャガチャワッキー。さあ、ということでですね、今日は私の大好きなガチャガチャを皆さんにご紹介しようということで、相方はズバリガチャガチャです。さあ、ということでですね、こちらすごいんですよ。30年前のコスモスのガチャガチャ、懐かしいでしょ。わかんない、お母さん、またお母さん、こっち出た方がいいよ。さあ、ということで、中はですね、コップのフチ子さん、知ってますか。このコップのフチ子さん、なんとですね、100万個売れまして、20億円売れてるんですよ、今までで。すごいでしょ。宣伝市民が一人一個持ってもいいっていう感じで。さあ、ということで、おもむろにガチャガチャやりまーす。ということで、何が当たるかな。いやー、多分ね、世界でもガチャガチャないですよね。うわー、出た。これコップの藤子さんじゃなくてね、コップの松崎しげるですよ、これ。これ売ってるんですよ、これ欲しいでしょ。去年の暮れに出たんですけど、あっという間売れましてですね、これあの、カップの松崎しげるって言うんですよ。コーヒーカップ限定です。なぜかって、黒いから。ね、ということで。一応一週間前に出たのこれ。ね、9番の松崎しげるっても言ってますので。これ300円で売ってますんで、よろしくお願いします。はい。さあ、次行きましょう。なんだ、コップの藤子さん出ねえな。いやー、よし、とあるかなあ、落ちた落ちた。あ、気にしない気にしない、松崎だから。うわー、なにこれなにこれ。コップの岡本太郎ですね、これ。これ3年前出たんですよ、これ。すごいでしょ、これ。ねえ、はい、次行きましょう。ね、全然出てこねえなー、コップの藤子さんなー。さあ、欲しいなー。前に出た妖精いないかなー。あ、出てきた、出てきた。うわー、すごいこれ。なになにこれ、バラバラになってるけど。すごい、今年で50年のあれじゃない、あいつじゃない、あいつ。ね。はい、これコップのジャミラです。ね。すごいじゃん、ジャミラ限定で5種類あるんですよ、これ。ね、バンダイから売ってまーす。すごい。次ぐらいは出んじゃない、ちゃんと。やっと出るな、これ。あー、出た、出た、ほら。これがコップのうちこさん。ねえ、これがですね、100万個、かわいいでしょ。ねえ、これ実はね、ガチャガチャの業界ってね、柳下の土壌ってね、コップの人が当たるとね、いろんなもの作るんですよ。あ、落ちちゃった、ごめんなさい、って言います。これ、なんでかわかります？これ、コップの底に引くですね、コップの底子さんって言うんです。知らないでしょ。ね、買うように買うように。あと限定でですね、コップのうちこさんありますよね、こうやってね、カプセルをこうやって置くんです、こうやって。コップの人が。かわいいでしょ。この中にもね、コップの藤子さんがあるんですけど、すいませんね、後ろの方、絶対見えないと思いますけど、これコップの藤子さんです。これ、はい。ということで、あーもうガチャガチャもっと喋りたいけど、お時間でございます。オチはないけど、箱はある。ガチャッキー、かやまでした。